クリスマスの前の晩のことでした。家の中はひっそり静まり、帰り何一つネズミ一匹動きません。セントネカラスが早く来るようにとネギを込めて暖炉のそばに靴下が大事そうにかけられています。子供たちはベッドの中でスエスエと眠り、夢の中でいろいろな里菓子が踊っています。母さんはスカーファで頭を包み、父さんはナイトキャップをかぶり、長い冬の夜の眠りについたところでした。その時です。外の庭で大層にぎやかな音がしました。父さんは何事だろうとベドなら跳ね起き、窓辺にさっと駆け寄ると鎧戸を押し開き、窓を開けました。降ったばかりの雪の上に出た月が当たるよう真昼のように照らしていました。不思議そうに見回す父さんの目に映ったのは、なんと小さいソリと鳩のかわいいトナカイでした。業者は元気な小人のおじさん。父さんにはすぐわかりました。セントニカラス違いないとね。わしよりも早くトナカイたちはやってきます。セントニカラスは口笛吹いて叫んでいます。大声で名前を呼んでいます。それいけダシャ、それいけダンサ、それいけプランサ、続けビクセン、飛べコメット、飛べキューピド、飛べドナー、続けブリッツェン。ポーチの上まで、壁の上まで、空駆け上がれ、駆け上がれ、駆け上がれ、力合わせて駆け上がれ。嵐に枯れ葉が舞うのように、トナカイたちは邪魔者を飛び越え、空高く舞い上がり、おもちゃの山とセントニクラス乗せたそりひって屋根の上まで飛びました。父さんがハッとする間に屋根の上で飛んだり放ったりするかわいいひずめの音が聞こえます。父さんが頭を引っ込め振り向いたちょうどその時、セントニクラスが煙突から周りが弾むように飛び出してきました。頭の先から足の様まで毛皮の服を着ていましたが、どこからどこまで灰だらけ、すすだらけ、肩に背負った袋を下ろし、おもちゃを取り出すその様は、物売りのおじさんみたいです。両目のなんとクリクリしてること、エクボのなんと楽しそうなこと、頬はバルのよう、花はさくらんぼそっくり、おどけた小さな口をキュッと締め、アホゴヒゲは雪のように真っ白、パイプをしっかりくわえ、昇る煙が頭の周りで、花冠のように揺らいでます。小さい体に大きな顔で可愛いお腹をしています。笑うたびに丸いお腹はボールに入れたジェリーのように震えます。丸々太った本当に愉快な小人のおじさん。父さんは思わず笑ってしまいました。首をちょいと曲げ、固めの合図。父さんはとっても楽しい気持ちになりました。おじさんは一言も言わないですぐに仕事にかかります。靴下いっぱい贈り物を詰めるとくるりと体の向きを変えました。それから人差し指を鼻のようにちょいと当て、コクンとうなずくと煙突に潜り込み登っていきました。そして、それに飛び乗り、トナカイたちに合図の口笛。皆揃ってアザミの綿毛のように空に飛んでいきました。セントニクラスの姿が消えるその時です。父さんに聞こえてきました元気な声。
皆さん、クリスマスおめでとう。幸せな夜になりますように。皆さん、from Mochi Cafe, Merry Christmas and Happy Holidays.